ございます。旦那はさっぱらから。なあ、そういや、明けましておめでとう。双葉ともどもよろしくな。助かるよね。店やってくれててさ。正月ってほら、テレビもつまらないじゃない。ねえ、マスターはお出かけの予定とかないの？全部セルフサービスしてくれて。お代も置いといてくれるんなら行ってくるけど。おお、そうね。接客中はダメだよね。お兄さんは行かないの？初詣。それが賢明だわな。明けましておめでとう。で、よかったよな。どうも、はじめまして。って違うだろう。なんだ、もしかして寝ぼけてんのか？どうや。おお、似合ってるじゃないの。綺麗よ、双葉ちゃん。お母さんと一緒に選んだんだ。悪い、お披露目はまた後でだ。初詣から遅刻したくないからな。では、サラダバー。初詣か。私たちはどうするかな。そうね、今年は行かなくてもいいかもね。もう叶えたいお願いもないし。どうした、なんか約束でもあんのか？なんだよ、そうなら言えって。ここはいいから行ってきな。かなり寒いから着込んでけ。風邪ひくんじゃねえぞ。それはそうだけど。時間の感覚わからなくなるよな。じゃあ2夜連続、今夜あたり新年会とかやっちゃう？あれ、お、二人とも来てたんだ。
偶然って重なるんだね。ご無沙汰してます。昨日も会ったでしょ。みんな用事の前にここに寄ったんだと。それでたまたまみんな鉢合わせ、すごい偶然よね。あ、だがその偶然のおかげで実にいい光景を見ることができた。日本の美そのものだ。何してるんですか北川先輩。スルーでいい、発作みたいなもんだ。つかこの後どうする。用事まで時間あんなら飯でも行かね。あ、ごめん、この後すぐ家族で出かけるの。俺も寄るところがある。私もお父様と食事。私はこれからお母さんと初売り巡り。なんだみんな忙しそうだな。じゃあ俺も陸上部の連中誘ってみっかな。私も志保に連絡してみよう。じゃあここは解散かな。うん、またね。皆さん帰られましたね。そういえば先輩、さっき何をお願いしたんですか。堅実ですね。でもいいことだと思います。私ですか。ですね。あ、すみません。あれ、お父さんからだ。あ、家に親戚が集まってるから挨拶しなさいって、これから駅まで迎えに来てくれるそうです。うちそういうのに厳しくて。誘っておいてすみません。せめて駅までご一緒させてください。お父さん。袖口押さえないと、せっかくの晴れ着なんだから。うこちらは先輩。前に話したお世話になってる学校の先輩だよ。君か。この子からいつも話は聞いているよ。お父さん、いつもって。本当のことだろ。これも君が選んでくれたんだってね。今さらだけどありがとう。お父さん、それ家でも職場でもかけてるんです。気に入ってるからね。それじゃあ私たちはそろそろ行こうか。見て。え、どうした。なんでもない。それじゃ先輩、失礼します。なんだよ、どうした。は、寝てただけだぜ。なんかお前昨日から変だぞ。
どうかしたのか？いつまで寝てんの？お昼なくなっちゃうよ。おう、悪い、先行っててくれ。後から追いかけるわ。これ、うますぎだろ。形も綺麗で、ツヤツヤ。いつでもお嫁に行けるわね。そりゃどうも。こっち来て一緒に食えよ。黒豆、言っとけ。価値観変わる。おはよう。新春初ボケかなし？早速落とす気分か？妙な真似はやめとけよ。若葉に食いつかれたら飽きるまでいじられるからな。分かってらっしゃる。若葉よ、仕事も子育ても充実してる時にいきなり死んじまいやがって。どうした？具合でも悪いのか？こいつ、昨日からそんな感じなんだ。おはよう、モナ。おう、我が輩の分のおせちある？なんで疑問系なんだよ。そうに決まってんだろ。お前、本当に大丈夫か？とりあえず座んなよ。腹減ったろ。ごちそうさま。こんなにしっかりお正月過ごしたの、いつぶりかしら。我が輩も満足だ。あとは食後のコーヒーがあれば。さりげなく要求してんじゃねえよ。コーヒーに合うデザート欲しくないか？私、買ってくる。お母さんはモンブランだよね。あら、気が利くわね。行ってきます。気をつけてな。どうしたの？なあ、悪い。店まだ開けてねえんだ。すみません、ちょっと彼に用があって。気分転換に出かけてこいよ。デザートは我が輩が責任を持って管理しといてやる。とか言って猫ババしたりすんなよ。モナならありえるわね。失礼だぞ、二人とも。ごめんごめん。そろそろコーヒー入れとくか。気づいてるだろ、この状況について話したい。そうだよ、君と同じようにね。行こう。